ロイド、やっと目が覚めたんだね。ここは、コレットは、結局心を失ったままだよ。何を言っても反応しないんだ。くそ。ロイド、ここを覚えていて。ここはトリエット砂漠なの。ほら、以前あなたが敵に捕まってしまったあの基地よ。ディザイアンの基地か。ここの連中はディザイアンじゃないんだよ。ああ、突然何を言ってるんだ。いっぺんにいろいろあったから混乱しちゃうよね。僕もそうだもん。そうね、ちょっと長くなるけれど、ざっと今の状況を整理してみましょうか。まず私たちの状況ね。私たちは救いの塔で殺されるところを、この基地のディザイアンによく似た集団に助けられたの。彼らは自分をレネゲードと呼んでいるわ。なんか混乱する話だな。とにかくここにいる連中はディザイアンじゃなくてレネゲードって言うんだな。まあどっちでもいいけどよ。どうやらレネゲードはディザイアンと対立しているようね。わざとよく似た姿をしているのにも理由があるのでしょう。わかった。俺たちはディザイアンによく似た組織レネゲードに助けられた。それはそれでいいとして、あのユグドラシルとかいう天使は何者なんだ。それにクラトスは。そのことなんだけど、ユグドラシルが残した言葉を覚えていて。これは推測だけれど、マーテル教会に信仰する神の機関クルシスはディザイアンと同じ組織ではないかしら。待ってくれ、わけがわかんねえよ。あ、落ち着いてロイド。ディザイアンがクルシスの一部、あるいは手先だと考えれば辻褄は合うの。ディザイアンご聖人も前にユグドラシルがボスだって言ってたよ。僕覚えてる。そして私たちの目の前に現れたユグドラシルも言っていたわ。自分はクルシスとディザイアンを滑るものだと。ディザイアンとクルシスが同じ組織なら、じゃあクラトスは。ユグドラシルに頭を下げたあいつは本当に。ああ、敵だったんだよ。私たちを裏切ってたのさ。あいつは自分で名乗ったんだよ。クルシスの四大天使だってさ。おそらくクラトスはユグドラシルの部下なの。コレットが世界再生の旅から逃げないように監視でもしていたんでしょう。俺たちは最初からずっと騙されてたってわけか。エミールにもクルシスにもクラトスにも。お目覚めですか。それでしたら隣の部屋へどうぞ。我々のリーダーがお待ちです。ようやく目覚めたか。お前らがレネゲードなのか。そう、我々はディザイアンに、いやクルシスに対抗するための地下組織だ。じゃあクルシスとディザイアンは本当に同じ組織なのか。その通りだ。クルシスは表でマーテル教を操り、裏ではディザイアンを進めている。ディザイアンはクルシスの下位組織なのだ。マーテル教はクルシスが世界を支配するために生み出した方便に過ぎない。天使と名乗ってはいるが、
奴らはクルシスの奇跡という特殊なエクスフィアを用いて進化したハーフエルフだ。当然神などではない。もっともマーテル教会もミコもそんなこととは知らないはずだが。あいつらもハーフエルフなのかい？ああ、ディザイアンの一部もクルシスも、そして我々もハーフエルフだ。クルシスは何が目的なんだ？世界を支配するためだけにこんなことをしているのか？全て我々に聞くつもりか？少しは自分の頭を使ったらどう？女神マーテルの復活かしら。マナの血族に神託を下し、婚姻を管理して器となる巫女を作り上げている。かなりまだるっこしいやり方なのが気になるけれど。ほう、見事ですな。シルバラントには互いにマナを搾取し合うもう一つの世界が。テセアラだな。そう、そしてこのいびつな二つの世界を作り上げたのがクルシスの指導者ユグドラシルだ。世界を作る？バカバカしい。そんなことできるわけないよ。そう思うのならここでこの話は終わりだ。待てよ。二つの世界を作ったのがイグドラシルなら、お前たちはそんな連中相手に何をしようとしてるんだ？それだけじゃない。お前たちはコレットの命を狙ってた。俺の童貞味方とは思えない。それなのにどうして俺たちを助けたんだ？まんざらバカでもないらしい。何？我々の目的はマーテル復活の阻止。そのためにはマーテルの器となる巫女が邪魔だったんだ。もっとも巫女は完全天使と化してしまった。今の巫女は防衛本能に基づき敵を殺戮する兵器のようなもの。下手に手出しはできん。しかしマーテル復活の阻止という我々の目的を果たすために最も重要なもの、すでに我らが手中にある。もうミコラ必要ない。なんだ。我々に必要なのは貴様だ、ロイド・アビン。俺が一体何だって言うんだ？が知る必要はない。ロイドを捕らえろ。ユアン様。いかん、肺までの傷が開いたか。クラトスめ、どこまでも私の邪魔をする。肺までの傷だと？まさかあの時クラトスを襲ったのは。ロイド、何やってんだ。最初から僕たちを騙してたんだね。どこかおかしいとは思っていたけど、でも結局は見過ごしてしまった。愚かしい自分が嫌になるわね。ちくしょう、クラトスの野郎、絶対許せねえ。ロイド、
大したことなくてね。あのユグドラシルってやつがクルシスの一番偉いやつなのかな。ええ、おそらく眠っているというマーテルが象徴的存在で、ユグドラシルがその計画を遂行しているのでしょうね。クラトスはあのユグドラシルってやつの部下だったんだね。あいつコレットをマーテルにしてどうしようって言うんだ。それよりもマーテルがどうして器となる体を必要としているかも気になるわ。そうか、それってつまり体がないってことだもんね。なあ、体がなくてその心だけっていう存在になっても生きていられるもんなのか。現にコレットは心を失って生きているわ。逆もありえるのでしょうね。そういえばそうだな。どうしてマーテルが体を失ったのかも分かれば、ユグドラシルが何をしようとしているのかも分かるかもしれない。Thank you.
俺が一体何だって言うんだ。レネゲードの連中め、敵なのか味方なのかはっきりしやがるってんだ。ねえ、これからどうするの？そうだな、なんとかしてコレットを助けよう。マーテルの器にされちまったらコレットが死んじまう。でもどうしたらいいのさ。ねえシーナ、あなたのエクスフィアはどこで手に入れたものなの？なんだよ急に。これはこっちに来るとき王立研究員でつけられたんだ。ヘセアラではエクスフィアを装備するのが当たり前なのかしら？そんなことはないよ。もともとはレネゲードからもたらされた技術なんだ。それを研究して今じゃ機械にエクスフィアを取り付けたりするのが一般的だよ。ちょっと待て、じゃあテセアラとレネゲードは仲間なのか？仲間かどうかは知らないよ。ただ2つの世界の仕組みについて情報をもたらしたのはレネゲードだったんだ。ミコの暗殺計画も奴らの提案だよ。あいつらが陛下と教皇に吹き込んだんだ。テセアラの繁栄を望むならシルバラントのミコを殺せって。ひどい。ロイド、私はテセアラへ行くことを提案するわね。どうしてテセアラなの？ユアンが言っていたじゃない。天使とはクルシスの奇跡という特殊なエクスフィアで進化したハーフエルフだって。そうか、コレットのこの状態もクルシスの奇跡のせいか。エクスフィアの研究をしているテセアラならクルシスの奇跡についても分かるかもしれない。そいつはいい考えだ。確か王立研究員ではテセアラの巫女が持っているクルシスの奇跡を研究していたはずだよ。テセアラにもマナの巫女がいるの？当たり前さ。世界再生はテセアラでも行われている儀式だ。あっちにだってマーテル教はある。でもそんなに再生を繰り返しているのにどうしてマーテルの器ってのは完成しなかったんだ？それについては私も疑問なの。あるいはあの救いの塔に並んでいた遺体を。いえ、今はやめましょう。そうだな、それでなくてもわからないことだらけなんだ。クルシスの目的もレネゲードのこともコレットを救う方法も。だからできることから始めようぜ。テセアラに行くんだね。ああ、今はそれしか道がない。それに今度こそ俺は俺の責任を果たしたいんだ。もうコレットに全てを押し付けたりするもんか。待ってよ、盛り上がってるけどテセアラにはどうやって行けばいいのさ？それはシーナが知っているでしょ。テセアラへ行くには次元の歪みを飛び越えるらしいんだ。私が知る限りそれができるのはレアバードって乗り物だけだね。それはどこにあるんだ？レネゲードの連中が持ってるはずだよ。この基地にはあるはずさ。よし、行こうぜみんな。恨まないでよね。ミラクション。行くわよ、バリア。燃えちゃえ、ミラクション。まだまだいけるぜ。
すがレアバードか。急いで、追っ手が来るよ。おっしゃ、待ってろよ、デスヤラ。